ご視聴ありがとうございます。今回は展示になりまして、アミアミさんでことぶき屋さんの新エヴァンゲリオン劇場版アスカラングレーラストシーン、6分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていてください。はい。で、もうこれ予約開始からかなり経ってるんですけどね、というか今月発売予定みたいです。ことぶき屋さんの新作って結構見れたり見れなかったりで、展示の箇所もいろんなお店であるので、なかなか出会うことも難しいんですが、今回ふとアミアミさん行ったら、タイミングよくお会いすることができました。すごい見たかったんですよね。前回も発売日近くなったタイミングで見ることができましたので、もしかしたら製品サンプルとかかもしれないですよね。で、今回ですが、ことぶき屋さんエヴァフィギュアということで、6分の1スケール、少し大きめのフィギュアになりますね。でも座ってるのでそんなにボリューム感じるっていうほどでもないんですけどね。一番くじとかも似た感じで4分の1なんか出ましたが、結構小さく感じましたからね。お座り系なので結構コンパクトにまとまってる感じでした。で、塗装の感じとかも前回の新進度白プラグスーツアスカとよく似ていて、髪の色、透明な感じとか本当同じ感じでしたね。でも今回はラストシーンということで、もうまさにラストシーンなんですが、このビジュアルだともう寝ているシーンしかないのでフィギュア化すごいしづらそうですよね。で、今回は起き上がって見上げるような造形なんですが、私は結構いいなと思ってまして、お顔なんかも可愛いですし、あと台座がエモいですよね。赤い海から新エヴァビジュアルのような青に変化していくっていうのが、これいいですよね。予約はしてないんですが買いたいなと思ってます。ただちょっとエロめなんですよね。そこが動画としては心配です。アスカは大丈夫でマリはアウトだったりするので、今回は大人なのでアウトなんじゃないかと思うんですよね。しかも結構破れてますから。ですので買って動画でやっていいかちょっと悩んでます。ですので今回のこの動画はちょっと実験感覚ですよね。大丈夫なこと祈ります。で、まだことぶき屋さんの出荷情報は編集中の今の時点では更新されませんでしたが、一応今月発売予定となってますので、そろそろかとは思います。ですので買い逃しの内容を早めにチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はことぶき屋さんで、大人アスカフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。